防災スイッチオン富山です。この時間は1月1日に発生した能登半島地震の記録や富山市の生活情報をお伝えします。地震の発生から1週間以上が経過し、県内でもけが人が出たり建物が損傷したり、ところによっては断水が続いていたりと被害が明らかになってきています。そんな中、番組では復旧が進められている現場を取材しました。高岡市ではボランティアによる復旧作業が始まりました。車庫と側溝、家の前の泥出し、あと一つ忘れてました。泥出すだけでは市の方ちょっと回収してもらえないですね。で、出した泥を土のうに詰めて指定の場所にちょっと持って行っていただく、そうすれば市の方が後日回収してくれる。能登半島地震で震度5強の揺れを観測した高岡市では、液状化現象で建物が傾いたり土砂が流れ込んだりする影響が出ています。高岡市の伏木地区に来ています。今日はこちらでは災害ボランティアの方々が駆けつけ、側溝にたまった土砂のかき出し作業などを行っています。高岡市の災害ボランティアセンターでは1月5日から県内外からボランティアを受け入れての復旧作業を始めました。6日も伏木地区ではボランティアの皆さんが駅前公民館前などで側溝にたまった土砂をかき出す作業を行っていました。あんまりやらない作業なんで。もう無理でした。あ、今日は福島の郡山から。横浜から来ました。横浜から、はい、どうして参加されようと思ったんですか？能登半島に旅行に来たことがあって、で、すげえいいところで、その時に会った人たちが優しかったんで、で、もう災害の話聞いたらやっぱり行かないとっていう、行かないといけないなという感じで。思ってたより結構重労働大変なんですけど、やっぱり皆さん困ってらっしゃって、おじいちゃんとかおばあちゃんとかも必死で同じ作業をしてらっしゃるんで、僕らみたいな本当に力あり余ってるんで、本当になるべく僕らがやるだけやりたいなと思いましたね。個人じゃ絶対にできないことです、うん、ものすごい量の砂とか土砂ですね。量なんてもんじゃない、量に重さに、わしも結構やったけど、もう腰が痛くて涙出るほど嬉しいわな、正直なところ。こちらは富山市立図書館本館です。地震の影響で3階から5階にあるおよそ15万冊の書籍のうち7割程度が棚から落ちる被害がありました。復旧作業は4日から行っているということで、訪れた5日もスタッフが1冊ずつ破損がないかなど本の状態を確認した上で棚に戻していきました。中にはページが折れ曲がるなどして修繕が必要なものも出てきているということで、図書館では今後本が落ちにくい陳列方法などを探っていくことにしています。図書館本館は当面の間休館することになっていて、再開はホームページなどで案内することにしています。なお本館以外の分館は通常通り開館しているということです。次に、これまでに富山市がまとめている被害状況をお伝えします。9日午後3時に富山市が発表した情報によりますと、この地震で富山市では18人がけがをして、そのうち2人は重傷です。また火災が2件発生しました。公共施設の建物の被害については、建物の破損が218件、設備の故障などが117件、備品の破損などが
88件、道路では液状化が34件、断水・漏水が20件、隆起・ひび割れが105件などとなっています。民間施設についてです。住宅以外の建物では、建物の破損が8件、設備の故障が5件などとなっているほか、住宅では一部破損が32件となっています。このほか、現時点での罹災証明書の申請件数は264件となっていて、富山市ではさらなる被害状況の確認を急いでいます。なお、市では9日正午に被災者支援本部を設置し、支援体制を強化していくということです。それではここで改めて発災からの様子を振り返ります。1日午後4時10分ごろ、能登地方を震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生。この地震で石川県志賀町で震度7、富山市や船橋村など富山県内7つの市や村で最大震度5強を観測しました。富山県では一時津波警報が発表され、1日午後4時35分には80センチの津波が観測されました。津波の情報は注意報も含め、2日午前10時までに解除されています。地震発生時の魚津市の商業施設の様子です。買い物客が姿勢を低くするなどして身を守る様子や、棚から物が落ちる様子などが確認できます。また、砺波市のショッピングモールの様子も映像が入ってきています。ガタガタと大きな音がするのが分かります。地震から一夜明けた2日、明るくなって各地で被害状況が明らかになってきました。富山市中心市街地松川沿いの映像です。道路に大きく亀裂が入ったり、アスファルトがめくれ上がったりと路面の状況が悪化、液状化現象とみられる土砂が噴き出した跡なども確認できました。また総川の商店街では建物のガラスが割れて破片が道路に落ちていたり、商店が立ち並ぶエリアでは壁が剥がれ落ちたりする被害がありました。こちらは富山駅周辺です。駅前の商業施設のビルの天井が剥がれ落ちていました。公共交通機関のダイヤの乱れの影響で大勢の人が富山駅から出られず混雑していました。震度5強を観測した富山市内では、他にもさまざまな被害がありました。
発災3日目の氷見市にやってきました。私の後ろの建物なんですけれども、1階部分が大きく壊れていて、屋根が落ちているのが確認できます。町の皆さんは所々で家の片付けに追われています。皆さんにお話を聞いたんですが、皆さんやはり断水が続いているということで、やはり生活用水が足りないという声が多く聞こえてきました。震度5強を観測し、県内でも被害の大きかった氷見市。建物の倒壊や道路の陥没などが見られました。氷見市の広い範囲で断水が続く中、地域の人たちでの助け合いも見られました。市内の民宿青政では、被災した人たちのために2日から支援活動を開始。この日は温かい食事を提供していたほか、温泉とトイレも無料で開放していました。まだ来てないですね。地震が起きた翌日にお宿のところ戻ってきて、で建物も、ね、飲み水も安全なものが出るって分かって、でみんな困っとられるって聞いたんで、こういう食堂をやって何かこう力になれればなと思って始めました。そうですね、うちはその水も建物も大丈夫でしたけど、やっぱり水が使えない、お風呂に入れない、料理ができない、トイレができないっていう方すごくたくさんおられて、あ、よかったって言って、あの声かけていってくださる方もいらっしゃって、あ、困っとる方がたくさんいらっしゃるんだなっていうのと、あ、やってよかったなっていうのは思いました。うちにね、私一人でおって、息子も孫もね、高岡の方行って出かけて、揺れてね、大変揺れて、まあ生きたんごちせんで、これ弱ったなあ思ってね、これじゃうちの中で死んどったら誰も見つけてくれんわ思ってね、外出て車庫の柱にしがみついとったがです。そしたら孫から電話かかってきて、ばあちゃん落ち着いて、車に乗って少しでも高い方、フレスポでもいいし、屋根だこ踏んでもいいから、車に乗って行かれいうもんで、あの子らちもやっぱり自分我が身で目いっぱいやもんで、でこれであんたいかんにゃ命惜しいわ思ってね、車で行った、今度は渋滞で動かんが、そして長いことかかって、やっと行ったら屋根だこ踏んの方、車で満員で、でみんな諏訪への町会とったもんで、こんな時なら行っても飛びてくれるわ思って、諏訪へのちょっこし高いとこ行って、あそこでね4時間一人でおったが、みんなね電話でね大丈夫かいは言うてくれるが、そやけどほみんな我が身が目いっぱいでね、来てやろうかいうもんもらんし、うん、そこから動かれんな、ばあちゃん動かれんがいいよわっか言うて、で4時間ほどったら息子来てくれてどうする言うて、なんかね、あんな時じゃね、車の中に何か入れとかんなもんや、雨一つねえげろ、ほんであんたトイレもどうしようやないしね、本当にこんな時やっぱなんかもう車の中にチョコ用意しとかんなんがやった思って、本当に今までで一番ひどい思いしましたわ、うん、もうあんたそれこそメイドいかんならんがにゃ、こんな恐ろしい思いして、ね、今日こうやってまた地元の方々 ね、そんなちょっこしでもね、あんたみんなこんなして喜んでくれてやったらね、あんたそれこそちょっこでも力になれ、この人たち上手に決心してしてくれてやった思って、喜んどんがいぜ、みんな一人でも二人でも喜んでくれてやったらね、嬉しいなかね、うん、人様のためにちょっとでもいいかな思って、訪れていた人たちにお話を伺うことができました。地震が発生した時どちらにいらっしゃいましたか？いや、自宅の実室におったんですけど、すごい揺れでした、ね、ガタガタガタ、
なんかまず最初ちょっと揺れて、あ、今のひどかったね、ちょっとでも最初でも結構ひどかったんですけどね、揺れたなって言っとったら、その後本震がかね、でかいが来てガタガタガタって家の中もガラスのものとか割れたりとかね、あとうちの庭がもうコンクリベコベコに割れてもんって、ひどい状態です。一番ひどいの水道が水が出なくなってもって断水したの、うん、電気は来とるんですけど断水でトイレが使えるのが非常に不便ですわ、うん、風呂とトイレこれが使えないのがやっぱりきついですね今は。七尾です、石川県の、はい、びっくりというか何起きたか分かんない感じですよね、うん、本当に子供もパニックになってますし、うん、やっぱり水ですね、トイレもできない、なかなかできないですし、今日もやっぱりずっとお風呂入ってなかったんで、うん、さっぱりしましたねまた山あいにある旧灘浦小学校のグラウンドには災害で出たゴミを集める場所が設けられていました。この日、敷地内では地域の方による給水も行われていて、近隣の人たちが水を汲みに訪れていました。富山市蓮町です。こちらの地域を中心に液状化の被害があったということで、発災から5日目、近隣の住民の皆さんで土砂の撤去など片付けの作業が今も進められています。1回目の時よりも2回目の地震の方が長くて、家からもう立つのがやったぐらいだったですよね。それで収まって自宅から出たところで、まあ、自宅はここなんですが、向かいの畑からクレーターのように穴が開いたところから水がボコボコ出てきて、この道路が川のように、もう開けた瞬間に一番に叫んだのはもう津波が来たっていう言葉が一番で、早く逃げろっていうのをもう周り中に叫んで。蓮町5丁目では液状化とみられる現象により土砂が噴き出しました。富山市蓮町のこちらの住宅では、敷地内の畑にこのように大きく亀裂が入りまして、ここから水が噴き出したということなんです。液状化現象が各地で見られます。蓮町5丁目では地面が最大でおよそ30センチ沈んだり隆起したりするなどして、家が傾いたり塀が倒れたりする被害が50件以上出たといいます。地震の影響で傾く被害があったこちらの住宅に特別に許可を得て入らせていただきました。少しこう傾斜がついた感じになっていて、このボールお借りしたんですけれど、転がしてみますね。転がっていきますね。私の方向からそちらに傾いているのが分かります。液状化で、うん、かなりこちらの方に西側の方に傾いたんですね、うん、今までこんなことなかったんだけど、うん、まあ、25で建てて今64なんで39年、って感じですね、うん、なおも続く土砂の撤去作業。住民が今知りたいことは、今はですね、今ボランティアっていうか町内の人で綺麗にしたんですけれど、はい、これからね、傾いた家だとかいろんなその、損傷を受けたところをですね、どうやって、住めるようにしていくかということが一番
ですかね、気持ち的、日常の生活を戻していくというのが、大変だと思います、はいはい。あとはどうでしょう、この後は皆さんとどういうふうに力を合わせてやっていきたいなと思いますか。うちの町内本当にね、みんな被害を受けなかった方もですね、協力してもらってきれいにしてるんで、今後もですね、何かあった時に協力をして、まあ再建していきたいというふうに思っています。各地で片付け作業などに追われている皆さん、本当にお疲れ様です。疲れが出やすい時期かと思いますので、決して無理をなさらないでください。私は県内各地で被災された方にお話を伺ったんですけれども、津波警報が出た時に車が渋滞して思うように避難ができなかったという声や、断水で生活用水が足りず水の備蓄や簡易トイレなど水の代用品になるものの備えが必要だったという声が上がっていました。改めて避難方法や備えを見直す必要性を私も実感しました。またこれからの生活再建についても不安だという声が聞こえてきました。現時点で受けられる支援や手続き、相談窓口などの情報をまとめました。罹災証明書の発行手続きについてのお知らせです。罹災証明書は災害による住宅の被害の程度を証明するものです。支援金や災害義援金の受け取り、税金などの減免、仮設住宅への入居申請などの際に必要となります。発行の窓口は富山市役所市民課や行政サービスセンター、中核型地区センターです。申請すると市の職員による被害認定調査が行われ、後日調査結果に基づき罹災証明書が発行されます。基本的に受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。手続きに必要なものは申請書、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの、被害状況が確認できる写真、代理人が申請する場合は委任状などです。書類や写真は印刷してお持ちください。市民課の窓口のみ14日日曜日に休日交付を行うほか、12日金曜日までは午後7時まで時間を延長して対応します。詳しくは富山市市民課までお問い合わせください。被災写真を撮るときのポイントです。家の外の写真を撮るときはカメラ、スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。また家の中の被害状況を撮るときは被災した部屋ごとに全景の写真を、被害箇所が大きく写った寄りの写真を撮りましょう。内壁や窓、床、出入り口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど被害を受けたところはすべて撮影しましょう。能登半島地震を受けて富山市では市民相談センターを設置しました。受付は1月12日金曜日までの午前8時半から午後5時15分まで、場所は富山市役所1階の市民相談室です。また1月14日日曜日の午前8時半から午後5時15分までも受け付けています。場所は富山市役所1階の市民課の隣です。富山市では能登半島地震特別法律相談会を実施します。災害に伴う法的な悩み事を弁護士に相談することができます。不安解消や解決への足がかりを目的として実施するもので、内容によっては受付・相談を受けられない場合があります。日時は1月12日金曜日の午前9時から午後0時10分まで。場所は富山市役所1階の市民相談室です。相談時間の目安は1人20分までです。
予約制のためあらかじめ電話をしてください。予約の電話番号は 076-443-2045 です。定員になり次第予約の受付を締め切ります。災害により被害を受け水道水を大量に使用された方は、水道料金や下水道使用料などが減額になる場合があります。ご覧の窓口にお問い合わせください。続いて国民年金保険料についてです。災害により被害を受けた方は国民年金保険料について免除になる場合があります。詳しくは富山年金事務所または保険年金課国民年金係までお問い合わせください。続いて国民保険料の減免についてです。災害により住宅に被害を受けた被保険者を対象に国民健康保険料の減額または免除を受けられる場合があります。詳しくは保険年金課付加係までお問い合わせください。次に後期高齢者医療保険料の減免についてです。災害により住宅に被害を受けた被保険者を対象に後期高齢者医療保険料の減額または免除を受けられる場合があります。詳しくは富山県後期高齢者医療広域連合または保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。介護保険料などの減免についてのお知らせです。富山市では災害により住宅などの財産に被害を受けた方を対象に介護保険料や介護サービス費などの利用者負担額の減免を受けられる場合があります。一定の要件がありますので詳しくは介護保険課までお問い合わせください。障害福祉サービスの利用者負担の減免についてのお知らせです。富山市では災害により被災された方は申請により障害福祉サービスなどの利用者負担が軽減される場合があります。お問い合わせは障害福祉課子ども健康課までどうぞ。令和6年能登半島地震災害義援金の受付についてお知らせです。受付の期間は3月29日金曜日までです。受付方法は銀行振込、郵便振替、現金などです。振込先はご覧の通りです。窓口や募金箱でも受け付けています。詳しいことは富山県厚生部厚生企画課までお問い合わせください。石川県能登地方への出控えに関するお願いです。石川県能登地方において最大震度7の地震が発生し被災箇所の復旧に全力で取り組んでいます。一般の車両が混在することにより人命救助や復旧作業に支障が生じることから一般車両の能登地方への移動は控えていただくようご理解とご協力をお願いいたします。市営住宅などへの一時入居についてです。災害により住宅に被害を受け避難を必要とする人は一時的な避難先として市営住宅などを利用できます。申し込み後即時入居可能です。富山市外にお住まいの方も入居できます。申し込みには申請書と罹災証明書が必要です。公共料金は自己負担です。家電製品や生活用品の用意はありません。詳しくは市営住宅課までお問い合わせください。生活必需品の支給が行われています。対象は住宅に全壊・半壊の被害があり生活上必要な被服・寝具・
その他生活必需品がなくなったり壊れたりして使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難な方です。地震により被害を受けた物品であれば、すでに購入された品目でも対象になります。費用の限度額は、被害の程度や世帯人数により異なります。お問い合わせは、介護保険課までどうぞ。災害により学用品を失った児童生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。対象は、住宅の全壊や半壊などにより、学用品が壊れたりなくなったりして、就学上支障がある児童生徒です。応急的に必要の範囲内で現物を支給します。幼稚園児、専門学校生、大学生などは対象外です。お問い合わせ先はご覧の通りです。住宅の応急修理に関するお知らせです。富山市では住宅の居室や台所など日常生活に必要な場所が使用できないほどの被害を受けた方で、自身の資金で応急修理が困難な場合、最低限の応急修理を行います。工事費用には限度額があり、それを超える費用は自己負担になります。また、応急修理は市が修理業者と契約します。詳しくは、衛善課までお問い合わせください。障害物の除去についてです。住宅の居室や台所、玄関などに運ばれた土や石、竹林などにより被害を受け、自身の資金で除去できない場合には、市が除去を行います。工事費用には限度額があり、それを超える場合は自己負担です。障害物の除去は市が修理業者と契約します。詳しくは衛善課までお問い合わせください。ブルーシート支給のお知らせです。富山市では屋根や外壁、外部の建具などが損傷を受け、雨水の侵入などにより被害が拡大する恐れがある家の居住者に対してブルーシートを支給しています。詳しくは衛善課までお問い合わせください。富山県弁護士会では令和6年能登半島地震で被災された県民の皆さんを対象とする無料電話相談を行っています。被災された方の法的な悩み事についての相談に応じるほか、支援制度などについての情報提供も予定しています。受け付けているのは平日の午前10時から午後4時までです。まず、富山県弁護士会事務局に電話をし、受付をしてください。その後、相談を担当する弁護士から折り返し電話があり、相談に対応するということです。受付の電話番号は 076-421-4811 です。通話料は相談者の負担となります。対象は、原則として富山県内在住の方、県内で被災された方の親族の方などです。相談は無料で30分程度までを予定しています。詳しくは富山県弁護士会事務局までお問い合わせください。外国人ワンストップ相談センターでは外国人の相談に対応しています。地震のことで困ったこと、心配なことがある人は相談してください。身の回りに困っている外国人の方がいたら伝えてあげてください。通常通り地震関連以外の相談にも対応しているということです。相談の電話番号は 076-441-6330 です。また窓口での対応も行っています。窓口は富山市牛島新町のインテックビル4階にある富山国際センターの中です。時間は平日の午前9時から午後5時までです。対応している言語は日本語、英語、中国語、ポルトガル語ですが、それ以外の言語であっても
遠隔通訳業者とつなぐことができます。詳しくは外国人ワンストップ相談センターまでどうぞ。続いて災害ごみについてです。家庭ごみで出せるものは決められた収集日に分別して出してください。例えば割れた食器は燃やせないごみ、紙に包んで注意と書いた上で袋に入れてください。タンスなど壊れた木製の家具は燃やせるごみです。1メートル以内に分解し紐で縛って出してください。家庭ごみとして出せないものは環境センターにご相談ください。例えば液状化で出た土砂は土のう袋に詰めた上で環境センターに回収を依頼してください。詳しいことは環境センターまでお問い合わせください。地震などの災害時には悪質商法の被害が発生することがあります。十分ご注意ください。内容は家屋などの点検や修理、保険、廃棄物の処分、義援金に関することなど様々です。突然訪問してきた業者に契約をせかされてもその場では決めずに家族に相談するなど慎重に検討してください。ハザードマップでは自分が住んでいる場所が津波で浸水する危険性がどのくらいあるのかを確認できます。日本海側の津波は地震発生からの到達時間が早いことが特徴です。事前に避難場所や経路を確認しておきましょう。各市町村でも紙で配布されていたりホームページで公開されたりしていますが、国土交通省のサイトわがまちハザードマップではハザードマップを確認したい市町村を地図から選ぶことができます。また国土交通省のサイト重ねるハザードマップでは住所を入力すると地図上で津波などの危険性がある場所を確認することができます。自分が住む場所の危険性を事前に確認し、もし津波で浸水する危険がある場合は最新の情報をもとに早めに安全が確保できる場所に避難するなど身を守る行動をとってください。離れて暮らす家族や親戚がいる場合、ホームページを見られる人が情報を伝えて早めに行動できるよう後押しをしてあげてください。さて、まだ地震活動が活発な状態が続いています。気象庁によりますと今後1ヶ月程度は最大震度5強の地震に注意が必要だということです。皆さん引き続き安全に気をつけてお過ごしください。防災スイッチオン富山でした。